目目目の免許でね、はい、自動車の免許を取りに行った時に、はい、その仮免の、はい、その取るやつでこうあれってこう運転を例えば僕がしたら隣に教習所の先生、うんうん、で後ろあと2人が次なんか受ける人2人が乗ってみたいな4人乗ってみたいな感じで行くんですけど、はいはいはい、まあね僕はまだその次やったんですけど、はい、後ろに乗ってて、うん、でその時その運転席のおばちゃんが乗ってはってね、はいはいはい、でおばちゃんが乗っててで多分そのおばちゃんは仮免何回もしてはるんですよ。あ、はいはいはい、だから落ちるともう一回受けるのにお金かかるでしょ、はい、ですぐに仮免受けれないですよねあれ、なんか1回かなんか2回かなんか授業別にもう一回受けてやらなあかんから、はいはいはい、で、まあなんかしらんけどその3人僕入れて3人と、うん、その教習所の先生が、うん、はいでは今から仮免のあれを行いますみたいな、うん、じゃあ車なんとかさんさっき運転してくださいあと、うん、の2人後ろに乗ってください、はい、でこうでそうそうそうほんでその時に先生がその乗る前さっきじゃあ2人乗ってください、うん、乗ってじゃあなんとかさんではお願いします言うた時からもう免許とあれ始まるでしょ、うん、例えば、うん、いきなりそれで車乗ったら、はいはいね、いろいろチェックをしなかったチェックで、ね、それになったらはいもうここで終わりですってなるわけですよね、はいはい、それからこうそのおばさんがねいやもう教官にいやもう今日はね本当にもう最後のチャンスやと思って私ねもう言うてますねもう主人にはねもうほんまにもうお前どんくさいな言うてもう何回も受けてそれでもその度にもう補修また受けなあかんのでもうなんかかるからもうええ加減にしとけよ言われながら今日も本当にもう今日最後やと思ってます本当もう先生本当によろしくお願いします言うていやもう頑張ってくださいよなんとかさんみたいな感じでね言うてて、はい、だからじゃあお願いしますよって、うん、はい分かりましたって言うて私この前スッと乗ってしまってこれでもんなもうそれはもう絶対私ねもう気付けてますねって言って学習しとるとでこう確認して確認してって言って、はい、でこう開ける時もこうね、はい、ちょっと確認して、はい、でなんかそんなねガチャってこう乗ってではいって言ってほんでパッと向こう戻らんででねもうここはね私もシートベルトをねさっきちゃんとこうやらなきませんかじゃでやってこのね目視ちゃんとしてそれでねエンジンかけますからガチャビューンもうここまではもうねできるともう私も今回ちょっといけるんちゃうか思いますねじゃあもうなんとかさんもう車いいですかもう動かしてくださいはい分かりましたって言ってほんで何回したんけどブーンとこう行くんですけどこう行った時にもうそのハンクラッチで行くんですよ、まあ、そういうやつやからミッションなんで、はい、でこうグーってハンクラッチでどん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 ボンって止まったんですよストール先生がギュッてブレーキ打ってはいなんとかさんもうこれでこの検定の方は終わりですいや先生まだそんな始まってないじゃないですか先生って言ったいやでもね、はい、もうそのダメなんですもうハンクラッチでそれで、うん、こうそういうね、うん、エンストを起こすいうのはもうそれはもうとりあえずもう開きませんので、はい、ここで終わらせてもらういや先生もうそれはまだ始まってないって最後ですからねいやなんかもう本当ねなんとかさもうでもダメなんですこれもう基本的にもうこれでねいやまだですよそんな先生私ねそんなもう万に一つですよこんなことすんのって私ずっとこの教習所来てからもうずっとトレーラーの時からねまだ車のこんな備え付けのあんな時から私はエンスト起こしたこと一回もないんですもうこれ初めてもう万に一のことですから先生もうそれは分かってくださいいやでももう検定の時そんなの多分どうしようもない僕ら後ろでじーっとどうしようもないしかも先生もう助けてくださいもうね、今回これやったらもうね私もう関係できない今日も終わったらすぐ電話かけてこう言われてるしそんなんでまたお金かかったらもう先生もう私ねもういくら払ってるかもうずーっと補修受けてもうそれだけでもう3万円以上になってもうそんな主人にも頼むいやもうこれで終わりですからなんとかさんも次の方とかいや先生もうそれ私もうお願いですからもう少しチャンスください言うてずっと握ってハンドルに離さないですいやもうそれもダメですもうそれはもうダメですからダメなんですって言ってダメですって言っていやせやけどもうそれお願いします言うてほんでなんか知らんけどそれでまあ
とりあえずそこで終わってしまう。ああ、終わってしまって、ほんでまあ、あのじゃあ次渡辺さんお願いしますって言ってで、ほんでバーッとこうあの動き出し、僕がやったこうね、こうやってやってバーッとやって、ほんならもうずーっと後ろってなったあるんですね。車内がしんみりして言ってぶちゃぶちゃ、俺偉い車、こんなん俺ありえでしょ、この仮面で、仮面で俺こんなんものすごい背負い込んでますやん。もうちょっと先生言ってずっと後ろで俺本当もうやりにくいな、これなぎゅーってしてたらなんかさ、急にブレーキブーンかかって、おい俺なんか悪いことしたんか思ったら、その教授の人がその教官がうちの見てもうええ加減せな、次も受けさせませんけどほんと俺それでもね、押し殺すに言うたんから、もう何やろこれ、もうこのブレーキないんかいみたいな、ね